妖怪地東映劇場はかつて存在した日本の映画館である。明治末年、滋賀県神崎郡妖怪地町に開館した新学館を前身とし、1916年前後に芝居小屋大星座として改めて開館した。映画館として本格的に稼働したのは第二次世界大戦後の1948年10月からで、1957年には、 妖怪地東映大聖座と解消、東映の風切り館となった。1960年1月には林地に妖怪地シネマ型資本によって新設され、やがて二館は経営統合される。1970年に妖怪地東映劇場、1972年に妖怪地シネマがそれぞれ閉館した。本校では、同二館について扱う。妖怪地東映のあった一妖怪、 首都英大、星座、1960年前後の写真。正確な時期は不明であるが、明治末年、滋賀県神崎郡八海地町大和田金谷641番地に、進学館として開館している。1913年12月29日、湖南鉄道が深夜あ駅八海地口駅間を開通しているが、それに先立つ同月21日、 この新学館で、春光式を行っている。道館を前身とし、1916年前後に、芝居小屋大聖座として、改めて開館している。道館の開館には、大和金谷寺で町に屋敷を構えていた、五福章、七条の熊木自衛門が、本家屋敷を新道入り口に移転したことで広大な土地が生じた、ため、用地の提供と資金の援助を行うことができた。 道館は、1898年7月24日に、開業した8日、市駅のある大座、浜野の南にあり、大見八幡からの終点である八日市口駅の東側、延命公園の南東、八風街道の北に位置した、五大三街道の東、大田湖通りの西、野宮神社に隣接していた、八日市町の八日、 死飛行場誘致のための8日市第1回町民大会を開催したのは同館においてであった。その席上で昇平が宣言された飛行士フランクチャンピオンは1917年5月来日して同地を訪れ、同年10月30日、高知県と佐郡朝倉村の朝倉連平城で墜落死した。八日市には 延命公園の相撲工業を常設化した一万歳館が明治末年に建てられ、道館の南東に大谷座という芝居小屋ができたが1902年4月14日に火災により消失、同時期に延命新地に作られた、株連城は色破館と名を変えて存続した。これら延命、芝居の小屋のうち一万歳館だけが後に1928年6月に、 映画館化して万歳館になった。大星座が映画館として本格的に稼働したのは第二次世界大戦後の1948年10月からであった。当時の経営者は村田徳造、支配人は村田慶造、観客定員数は700名、工業系統は東方の二番館及びヨーロッパ映画、セントラル映画社が配給したアメリカ映画の婚礼館であった。 村田徳造は、もともと大星座に隣接した眉市場の経営者であった。戦前から妖怪地で映画館として稼働していた万歳館は、1940年1月に火災で消失し、同年11月に再建されて昭和映画劇場と解消しており、この時期には大英の9番館、小竹の6番館として大星座と興業を住み分けていた。 1954年8月15日には、陽海地町が近隣町村と合併して、陽海地市になり、同年には、同館の工業系統は新東宝、大英、東宝に変わり、明田映画館へ移管になるとともに、翌年1955年には、木造の秋テルに隣接して、東宝、日活及び洋画系を上映する鉄骨建ての映画館、京楽映画劇場が開館し、 アキテルの工業系統が、小畜、大英、洋画系に変わり、道館についても、東英、新東方の風切り館に変わっている。1957年には、洋海地東英大製造。1959年1月6日、洋海地工業を設立した小林脇地が、1960年1月、道館の臨地にあった眉市場跡に、鉄骨建て。 観客定員数500名の洋日、シシネワを新設、日活及び洋画系の映画館として開館した。洋会地工業は、洋会地東映大星座の経営者である村田徳造を取締役に迎えていたが、1963年には村田は退任している。同時期、洋会地東映大星座は、洋会地東映劇場に改称しており、その経営は、小林脇地の手に渡った。 1960年代後半には、妖怪地東映劇場では日活、東映の作品、妖怪、市シネマでは、妖怪、エイで上映していた。1970年には、妖怪地東映劇場、1972年には、妖怪地シネマがそれぞれ閉館した。同館が所在した妖怪、市市は近隣の町と合併して、2005年2月11日には、東大見市になった。 閉館からすでに40年以上が経過。2013年3月時点の同館跡地は一般住宅地である。ありがとうございます。